どうも、ハイチーです。今回はこういった過去問ですね、の使い方について話していきますので、よかったらお付き合いください。では、参りましょう。で、実際ですね、まあ、過去問をね、まだ10月なので、大学受験の方はもうね、ガンガンやってると思うんですけど、まあ、高校受験の方はまだそんなに手を出してないと思います。で、一応、例えば、みんなが使う過去問、高校入試の子ね、まあ、使うんだったら、例えばこういう公立、これ群馬のね、去年のなんだけど、ごめん。群馬のその公立入試の過去問とか、私立を受ける子だったら私立のその入試ね、過去問のやつとか、あとは、これ埼玉のなんですけど、埼玉北進テストっていうその埼玉県の中学生がほぼ受けるみたいな、大きなね、テストがあるんですよ。模試がね。で、それの過去問です。で、みんなの地域にそういう地域の模試の過去問があるかどうかはまだちょっとわからないんですけど、まあそういったものがあると。で、過去問を何のためにやるかっていうのがすごく大事で、ここの部分ちょっと押さえておいてほしいんですけど、基本的に自分はまあ2つ側面がある、まあ、もっとあるかもしれないけどね、2つ側面があると思っていて、1個はこれ多分みんなが思いつきやすいんです。これは今の自分の実力を測りたいっていう、例えばこれ公立入試の過去問を使った場合、時間決めてやりますよね。例えば数学やりましたと、100点中53点でした。実際に入試の問題だから53点ってね、過去問でやった場合、今年の本番もそれぐらい取れるかなと思いますよね、当然感覚としては。で、その53点がみんなが志望してる高校にラインに届いてるんだったら、よっしゃーってこのままいけんじゃねって思うだろうし、届かなかったらやばいみたいな、そこのね、自分の今の実力を測って一喜一憂すると思うんですよ。で、多分その面が非常に強いんです、過去問って。特に中学生は、高校生は多分そうでもないと思うんですけど。で、もう一個の面をすごく覚えておいてほしいですね。特に中学生のみんなに。で、何かっていうと、これ普通にいい問題集なんです。過去問って考えれる問題集なの。ね。いや、当たり前のこと言ってるこのおっちゃんって思うかもしんないけど、で、どういうことかっていうと、まあ、これの関しては実際に入試に出た問題ですよね。だから当然、今年も、普段の入試、今年の入試もそうですけど、これと同じようなレベル。まあ、同じ問題が出るか分かんないけど、それはないかもしんないけど、同じようなレベルの問題が出てくると。で、こういう模試の方に関しても、当然、その地域の公立入試のことを考えて作ってるのがほとんどです。もちろん、私大じゃねえよ。私立高校に関しては、その高校ごとに色が、カラーが違うので、出題傾向も違うから若干ずれますけど、でも、入試に実際出た問題なので、そのレベルですよね。入試レベルの問題がちゃんと入ってる。簡単な問題から難しい問題まで、散りばめてあるんだよ。だから、その、実際に入試出てくるような問題が詰め込まれてるの。これには。もちろん、こっちもそう。だから何が言いたいかって、繰り返しやろうぜって。これですね、過去問になると、普段の問題集は結構繰り返しやってる子なんかも、過去問って一回やったらその年もうやらないっていう子結構出てきます。例えば、28年の社会一回やりましたと、丸付けしました。もうやらないんですよ。次27年行って、26年行ってって。で、結構5年分とか6年分入ってますよね。これ5年分入ってるんですけど。だから、5科目一周するのに時間かかるんですよ。やっていくと。そうすると、一周終わった時には、戻ろうっていう記憶がないんですよね。戻ろうっていうのも違うとこ勉強しようみたいな話になりやすいんですけど、そうじゃなくって、例えばね、まあ普通に問題解き、こっちがいいか。こっちで行こうか。普通にこう問題解きますよね。で、解いていった中でこうあるじゃないですか、問題があった中で、自分は普通に解きますと、もちろん書き込まないです。絶対に繰り返しやりたいから。書き込まずにノートとか、ルーズリーフにやって、間違った問題に印をつけるんです。印をつけて、で、あとで翌日、まあ、できればその日のうちの夜とかでもいいですけど、その日か、また次の日か、一週間後かわからないけど、またやるの、間違った問題。もちろんできれば全部やってほしいですけど、で、2回間違える問題出てきますよね。そしたらみんなの中で2回間違えたマークを決めておいて、それをつけて、そうすれば何回も何回もやったら自分が間違える問題、傾向がすぐわかります。この一冊で。もちろん、学校のワークとか、書店でね、本屋で売ってるワークとか、塾のワーク、もちろんいいんだよ。それも素晴らしいワーク。なんだけど、それと同じぐらい、俺はできればこっちの方がもっと優れてるんじゃないかと。だってよりすぐりだから。ただ、問題数はこなせないです。補ってない単元ももちろんあるからね。何年も入ってても。だから、基礎固めっていうか、全体的に固めるんだったら、塾とか学校とか書店のワークを使います。でもそれプラス、入試の実際そのレベルが詰め込まれてる問題が入ってるんだと。だから、時間を決めて、過去問としてやって、自分のレベルを測るのも大事なんだけど、それプラス、繰り返しやって穴を埋めていこうって、普通に問題集としてね、
使ってやっていこうっていう意識をぜひ持ってください。まあ、例えばこの北進、これね、これ北進っていうのは、4月から4月、6月、7月、8ないよな、9、10、11って1ヶ月に1回あるんですよ。5月が確かなかったんですけど。なので、例えば、これほんとマニアックな話、これね、10月だったら、おとといかなんかに多分第5回があったんですよね、この北進テストの。ってことは、これ持ってる人は、第5回までだったら、自分の勉強してる範囲が全部出てるはずなの。噛んだはずなの。でも、その先になっちゃうと、習ってない単元が出てくるので、ちょっとやりにくいんですよね。で、それがもろにこっちが入ります。入試の過去問っていうのは、3年間当然全部が範囲に入ってしまってるので、習ってるとこと、習ってないとこが出てきてしまう。これは、私立高校じゃない、私立中学とかだと、あとは進学塾に行ってる方とかだと、多分10月とかまでに、もうなんか、中学校の範囲全部終わらしちゃおうぜ、みたいな、とこが多いと思うんですよね。早いとこだと夏休み中にも終わらしちゃう塾とかもあるので、全部3年生の勉強をね。そしたら過去問できるからさ。でもそうじゃないと、習ってない単元が出てきてしまう。だから過去問やった時に、それが習ってるものか習ってないものなのか。だから習ってないものでも全然いいよって開き直れる方はいいんですけど、結構習ってないものって、はぁ、習ってねえのかよみたいな。になりやすいので、こっちのはちょっとやりにくいんですね。その面で言うと。でも、そこは割り切ってやってもいいのかなと思います。ただ、その模試というか、その地域の模試の過去問とかがあるんだったら、確実に前半のやつは、その時期ね、何月に実施したものって分かるんだったら、その時期までの範囲しか入ってないので、絶対全部習ってる。だからそこの部分はもう繰り返しやる。全部の科目でね。ただ、他の動画で話したように、国語の読解問題、普通に読んでね、解く問題と、英語の長文問題っていうのは答えを覚えちゃう方の可能性があるんで、あんまり繰り返してもそんなに意味がないと思ってます。その二つに関しては、解いた後に解説をどれだけじっくりちゃんと読んで吸収するかっていう、そこが勝負だから、ちょっとずれてしまうんですけど、他のとこに関しては、繰り返し学習は絶対に身になる。自分ができないとこを見つけるにも有効だからね。そういった意味で、例えば、1回分、40分、50分、テスト時間は分からないですけど、測って全部やるのも大事です。でも、そうじゃなくって、もうこの年の分、この回の分は、そういう過去問として使わないって割り切るんだったら、じゃあ、今日、この2ページ分だけやろうって、やって、で、間違ったもので3問あったら、その解説読んで、あ、OKOK、なるほどって。で、その3問翌日にやろうみたいな。普通に、1回セットっていう風にやんなくても構わないので、分割して問題集としてぜひ使ってください。これがですね、もちろんそんなこと分かってるよって方は全然ね、ほんと申し訳ないんですけど、結構その意識がですね、あんまない子が多くてですね、実際そう、過去問は過去問みたいなになっちゃうんですけど、本当にいい問題集としてぜひ過去問を使ってみてください。で、10月過去問ね、いつから始めるべきですかとも言われるんですけど、もちろん大学受験の方はもうね、やってると思います。やってください。もうね、始めてほしいんですけど、特にセンターの過去問なんていうのは、もうガンガンやってください。で、高校受験の方は、まあ、さっきも言ったように、こっちの公立の方だと、全部単元が入ってしまってるので、習ってるとこ、習ってないとこが出てきてしまいます。でも、自分は、さっき言った分割のやつ、例えば数学の大問1だけやるみたいなのは有効だと思います。で、これ習ってんのかな、わかんねえなと思ったら、学校の先生とか、ちょっと得意な、その勉強が得意な友達とか、塾の先生とかにこれ習ってますかって聞いて、習ってないって言われたら、じゃあ、後でやろうって、後でやろうマークを自分で決めてつけてもいいわけですよ。やり方は自由なんで。いいかな。ただ、間違った問題に印をつける。印はみんなに任せるから。ね、自分のオリジナルで構わないので、それで繰り返しやるっていう、やり込むっていう過去問は、っていう風にぜひ使ってもらえたらと思います。はい、ということで今回もね、ここまでご視聴いただきありがとうございました。最後までご視聴いただきありがとうございます。お礼があるんですけど、動画のコメント欄で質問とか相談が多いんですよね。で、それにすごく真面目にちゃんとね、答えてくれてる方がすごく多くてですね、それ本当にありがとうございます。なんかそのやり取りを見るだけですげえ自分がなんか勇気をもらうというか、はい、って思ってるので、ぜひ今後もよろしくお願いします。